はははいいいいここんににちち占い評論家ののの岡田ですえ今日はこちらの運命線の5種に入りたいと思いま,す、えー、まず A タイプですね。こちらの月給と呼ばれるところから上に上る運命線ですね。これは他人の援助で運が開けると呼ばれているタイプです。まあ、人気線とも言いますね。人気運命線ですね、まあ。もうちょっと言い方変えますと、他人とご縁があるという方です。 それから次 B ですね。真ん中から登るタイプですね。この登るタイプのものが中指の麓まで、まあ、通過しますと、点火線と言われます。自力で開運するタイプで、豊臣秀吉ですね。あと、まあまあ、殺害されてしまいました、またはりといったスパイ、それから東条秀樹などなどがいます。それから次 C ですね。金星球からこの上る運命線は、身内の援助で運が開けますということで、 身内の、ね、縁が非常に強いんですよね、まあ、ですから、あのー、結構会社をね家の会社を継いだりとかその手伝いをしたりとかってことが結構頻繁に行われるという傾向があります。それから D ですね知能線から出る運命線ですねこれは才能や学問を生かして運を開くということで知的な、ね、職業に就くと成功しやすいとされています。 そして次に E ですね。生命線が起点になる運命線はその時期努力は実ります。まあ、あの努力をしていって時々パンとこうね、まあ、花開く、そういったタイプの運命線ということになります。はいまあ、大ざっぱな、ね、運命線の流れはそのようになっていくわけです。はい。じゃ次回はちょっと運命線の留年を考えてみたいと思います。